表面実装された基板の冷表面実装とは、電子部品をプリント基板に実装する方法の一つ、SMT とも呼ばれる。また、表面実装用の部品を SMD と呼ぶ。電子部品のリードをプリント基板の穴に固定する方法に比べて、スペースを取らない。1960年代に開発され、現在では、電子回路を持つほとんどの製品で採用されている。 電子部品の実装には、チップマウンターと呼ばれる専用装置を使うか、極小ロット品や人件費の安い国では、人が直接ピンセットを使って行うこともある。基本的には、クリームハンダ印刷機による基板上へのハンダ印刷を行った後に、チップマウンターで部品の実装を行い、その後、リフローロで熱を加えて、ハンダを溶かし、部品を基板に固定するという流れである。 表面実装製造ラインの例1、ローダ2、コンベア3、検査、修正スペース4、チップマウンター5、リフローロ6、アンローダ9、クリームハンダ印刷機。ありがとうございます。